ミリーミリー次が二人だと気づいた。3、2、1。はい、では振り向いてください。どうぞどうぞ。あ、見えるんですけど信じた。え、私の旦那ですか。はい。え、旦那さんそっくりなんですけど。何言ってるの。旦那そっくりに見えるんですけど大丈夫。何言ってるの本当に。そう、どうしたの。どうぞ。名前を聞いて後ず去った。いきなり娘さんがボケを娘さんも木村さん好きですか。好きです。なんか そこもお母さんのことではないと思うんですけど。ボケないで。わかりやすく眉毛が上昇。これは木村と気づいた。木村さんですか。ラタトゥイユ。手つないでる感覚。なぜもこみちが目の前にいるのか状況が理解できず笑ってごまかす。どうしてる。かなり女性ホルモンが分泌されているようだ。素敵。これは現実なのか夢なのか。もこみちの体を舐め回すように見つめる女性。一瞬で目が当たり合った。こんな急に変わる。好きな役者さんとかいます。すいません、何でしたっけ。ドジ店員ではなく、あの山崎賢人と分かった瞬間、女性の表情が一変。そしてメガネですか。海よく海よく完全に気づかれた。あとハンバーグステーキ。スティーブン・スピルバーグ一つ。スティーブン・スピルバーグ一つ。違う。山崎賢人さん。何もなくね。え、何が。駐車場の方まで行ったのに誰もいなくて。うん、ほんとうざ。そうだ。めっちゃ駐車場の方まで行ったのに誰もいなくて。うん、ほんとうざ。そうなんだ。待ってます。何？あ、怖い。何？
目モニタリングは。へへへじゃないですよ。何笑ってるの。Ha ha ha!